はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイというわけでやっていきましょう。一瞬固まった、なんか不安定、大丈夫？きっと大丈夫でしょう、大丈夫でしょうということでやっていこう。クエストがすぐそばですね。あ、すぐそばの家だ。どうしよっか、これ行ってみる、行ってみよっか。ペンキはまあ持ってってもいいかな、別に。で、コメントありがとうございます。たくさんいただいております、本当に。まずね、これ、石、マックスになってて、溶けてねえんじゃねっていう、その通りでしたね。これをやらかしました。で、蜂蜜持った、飲み物がなんかダブったらしいけど、まあ、まあ大丈夫でしょう。今日、薬半分置いてこっかな。全部グローイングなってる。ん？なんでこっち植えられてない？なんか植えようよ。赤い花植えたいな。ん？黄色い花がいいか。黄色い花お腹壊すの耐えれるよね。ホンターポテトが一番いいけどな。黄色い花植えられてる？ゴールデン植えられてんな。結構植えられてんな、むしろ。ブルーベリー、ブルーベリー、コーヒーなんで、赤い花逆に植えよっか。そんな飲んでないけどね。いや、作らないっす。赤い花の種が、パーク。パークってことは俺覚えてないよって言いたいのね。なるほど。なるほど。鍵がかかってるね。じゃあ、ポテトだ。コーンとポテトと卵と。よいしょ。よし、行きましょうか。ダメだ、行けない。インベントリーが。よいしょ。こっちに詰め込んで。さあ行きましょう。ほいっと、あっち向きか。で、穴掘りもやらないといけないけれども、今回はいいや、昼だしね。夜穴掘りしたらゾンビ上から降ってくるのか。そしたら俺ショットガン撃たないといけなくなるのか。いいんじゃないかな、それでも。ショットガン使わないで頑張っていきましょう。え、この壊れてる建物か。違うね。これあれですね。この前の、あの建物な気がするね。やばい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 。おう。セーフ。セーフ。もう、怖いわ。あっち向けて飛びたいです。ほいっと。トミさん。あ、これダメ。こっちで。よーし。ここもう来てるのかな？俺一回。ん？違う。俺が思ってるのと違う。この建物じゃないし、この建物どうなってんのっていう話だから。なんか向こうですね。飛んだらめんどくさいことになりそうなんで、こっちで行きましょう。これじゃなかったです。でも多分俺が思ってる建物で合ってそうな気がするな。そうですね。で、コメントで、なんだっけ。ダンボール壊さないのっていう。ありましたね。壊してないっすね。壊さないといけないのにね。ショットガンのために。本当は。なんだけど、全然壊す気配がないという。めんどくさいから、ここ、あれでいっか。そのまま、補修パクって、ちゃちゃっと2周しちゃいましょうか。乗らないよな。報酬どこにあるんだっけ、これ。上か。スレッチハンマー。届かない、いて。綺麗にカウンター食らったけん。ダセ。ダセよ、あの。見事すぎるカウンター食らった。あ、来てる、よかった。受付嬢が出てきた。マツコでも一応受付嬢だからね。
当たんねえ。当たんねえ。あ、死んでらっしゃる。だよね、もう終わってるよね。終わってる終わってる。終わってるということなので、クエスト続いてやって終わりしましょう。飲み物消えてないよね、大丈夫だよ。ベンディングマシーン。でね、シシカトラップの動画に、キャンファイヤーじゃない、なんだっけ、ファイヤー屋さん、消防士か、消防士の本が出てきました。でシシカトラップの動画に、やっぱりデモニッショニストっていうのかな、まあどう考えても自爆するやつが来るみたいなんですよ。でそれが対応できてないということでしたね。やっぱりね、会ってみないと分かんない。会ってみないと分かんない。まあ多分私の予想だと、コメントから想像するに自爆するやつが来るんだろうと思うけどね。もしかし遠距離攻撃ロケットランチャーとか打ち込んできたらもう俺負けゲーだけど、それはもう無理だよ。言わないでね、ネタバレダメだからね。楽しみにしてるんだ。ロケットランチャー打ち込んできたらもう、それはもう、負けだな。でも自爆野郎だったら、ワンチャンね、あの構築で耐えられるんじゃないかなと思っております。っていうのも、あ、ここ裏口あったんだね。というのも、警察官の挙動見たじゃないですか。あいつ、あ、バニングバレー回収できた。あいつね、近づいてこようとしてたんですよ。遠距離攻撃できるにかかわらず。あれを見ると、まあ、道があるので殴りに来ようとしてる様子なのよね。まあ、他のゾンビと一緒で。ってことはだよ、多分大丈夫じゃねっていう。自爆野郎、仮に自爆野郎が自爆野郎だったとしてさ、俺の予想の挙動は、近づいてきて目の前まで来て警察官のように自爆ムーブを始めるっていうのが俺の想定のムーブなのね。まあ見たこともないからわかんないけど、本当にロケランぶちかまされたらダメだけど。危ない危ない危ない。ちょ、死んだ今。死んだ死んだよねきっとね。ロケランとか遠距離攻撃、グレネード、もしくは、なんだ、もしくは何かあり得る。まあ、グレネード投げてくるはさすがにないと思うけど、まあ、TNT 投げてくるみたいな、そういうやつだったらもう、もう守るの無理だよねっていう。まあ、多分、それでもね、死角、つまり内側に隠れとけば、ワンチャン、普通に、近づいてきてね、壁を乗り越えて、私のところに来て、あれ、これあっち行くのが正解？違うな、あっちが正解ルートだね。乗り越えて私のところに来てから攻撃ムーブを始めるはずなんで、車線が切れてれば。だから、いち早く見つけて隠れて、それから距離を取って、対応するっていうのをやればどうにかなりそうな気もするんだよね。ただ、近接では殴れないと思うけれども。まあ、どういうゾンビが来るか、楽しみにしときましょう。ネタバレされたらもう一発で終わりだから。デモリッショニスト、破壊する人みたいな、そういう感じの名前なんで。イメージ的にはそれぐらいでしょう、きっと。雰囲気的には自爆が俺の中ではこのゲームで一番ありそうな雰囲気なんだけどね。見て、やっぱ当たんのか。自爆としては警察官がいるから追加しやすそうな気がするんだよね、ムーブで。つってもあれか、昔なんだっけあいつら、
バンデット追加しようとしてた時期があるから、よく考えたら遠距離攻撃も普通にできるかもしれないんだ、その AI 使えば。というかもうあれか、警察官もハゲタカも遠距離攻撃してるようなもんだから、あいつにロケラン撃たせればそれで完成するのか。これクリアだ。アロシードだね。アロシードがあるということはパイナップル畑を作れる。どう考えてもアロエ畑ですけど。俺のスコップがない気がするのは気のせいだろうか。あった。結局作ってないし、作れないんか。そうだ、作れないんだよ。スチールツールが出ないと。スチールツールパーツかといっても足りるの前提でさ、こういう紙を壊せって言うんでしょ。分かった分かった、壊そう。捨てるかもしんないけどね。ショットガンの弾拾う分にはいいけど、わざわざ作ってまで使うかどうか分かんないんだよな俺。一応材料として集めてはいるけども、しかも完成しちゃったし俺の中で。あと地面がどうなってるかだね。昔は地面耐爆でさ、耐爆属性がだいぶついてたんだけども、今の地面なさそうだよね。なんていうの、地面が、あ、でもあれか、あるかもしれないのか。一応どうしよう、紙でいっか。なんかハンティングライフル、そこそこに品質の拾ってたね。スクラップでいいかな。鍋とかもスクラップでいいんだけど。むしろこれは材料を掘りに来たと思えば結構いい感じだよ。そこそこの数の石を掘らないとこれ手に入らないからね。そういうことにしましょう。この建物はこれリードが出てくる。リード出てきても困るんだよね今。バーニングバレルはなんとなく取っときたいんで、これでいっか。クマに見えた、あれ。前も同じこと言ってる気がするな。だってクマに見えるんだもん。見てないか。そっか、屋上こんな感じだったっけ。うそーん、こいつ走ってくるし、もう。なんであんな、近接目の前で外すか。ちゃんとして来ないんだね。うわ、前も走るんかーい。ちょ、嫌だね。嫌だね、この感じ。スタミナないっすね。オッケー、生きてる。すかしたー、すかしたー、すかしてない、すかしたー、当たったー。やばい、やばい、ゾンビと戦うの大変だな、怖いわ。さて、飲み物いる？めっちゃ食らってるな。何ね、やっぱペラルに殴られたら痛いのかね。こんだ、今後のレシピ。ペラルに殴られたら痛いんだろうな。お、ショットガンタも帰ってきた。そうじゃないとあんなに減らないよ。そうだ、俺はこれを探していた。モディフィケーション、あー、つかねえ。まあ、一回こういうところチェンジで。持てないっすね。コーヒービーンズいらないかな、俺は。とりあえず食べよう。ハニーでよかった。スタックできる。音、当たらないのね。降った音はしたのに。
アイアンか。いらないな。で、それでここ行く感じなんだ、むしろ。逆に。こっちが最後の部屋扱いか。それなら納得だわ。開いてんじゃねえか。開いてんじゃねえか。わかんねえな。か。スクラップ。え、これ壊せと。いらないかな、紙。あって嬉しいけど、特に。そこまで、あ、これ帽子だ。そこまで頑張ってまで欲しいと思わないかもね。あ、捨てちゃった。まあいいや。お、これは欲しいかも。なんで？あ、これちょっと予備欲しいよね。これはこうだな。ダクトテープで拾えないんですね。はい、スクラップ。もういいや、他に壊すとこないもんね。まあ、されるけどっていう感じでしょ。いらないです。行きましょう。おお、いっぱいある。スタッフできるか、まだ630持てる。え、なんでそれ落ちたよね。一番欲しいのコンクリートだけどね。もうそろそろいっぱいだな。いっぱいある。いや、こっちの方が嬉しいか。こっちは、コスパ悪いから作ることないんだもんね。それが手に入るのは嬉しいかもしれないよ。スクラップできるのない。ゆかジュース飲んじゃえ。マーキーウォーターいらないでしょ。こっちの方が意外と嬉しいかもね。お、一発なってんじゃん、パーアタック。頑張れ頑張れ。いいね、パワーアタック連続で打ったら声なくなるんだね。それはいい。3回に1回声がない。スタミナがやべえ。水飲む。スタミナブースト入れて頑張れ。余計疲れると思うんだが、こんなに叫んだら。だからスタミナ使うのか。気合い入れすぎだよね。すごい気合を入れてスコップを振るっております。よし、こっちの階はないよね。ゾンビいないもん。大丈夫だよ。しかしパワーアタックって消費も早かったりするのかな。消耗道具の。紙1枚とか4枚とかしょぼ。マジか。これ1個につき、あれか、ショットガンの弾4発出てると思えばできるのか。忘れてた。別にスチールもいらないのか。スチールいらないっすね。あの上のこの壊れた販売機、あれ開けなきゃって思ったけど、いらないんでいいっすね。君の声がする。うわっ、近かった。なんだよおめえ、フェラルじゃねえかよ。なんでフェラルがうろついてんだよ。なんだよ、歩いてるゾンビだからまだ時間あるわとか思ってた俺。これ使っちゃうか。使っちゃおう。うわ、振り向いたらそこにいたよゾンビが。これは地雷だったりしないですか。コメントで地雷あるじゃんって言ってた。そうだよ、地雷あるじゃん。
これは踏まないといけなかったんで、あれ起爆するのかどうか。スパイダーピューン、イエー、あ、死んだ。分解の経験値とダブってどっちかわからんくなってたね、今ね。鉄掘りに行きましょうっていう、ほんともありがとうございます。掘りに行きたいね。え、あれツールショップじゃね、本屋さんか。行ったよね、本屋さん。違う、ショットガン屋さんだ。でもショットガンいらないかな、ショットガンつか武器は。武器は困っておりません。あれ、これ俺の家だ。ん、あ、とりあえずここか。こことここか。近いようで遠いんだな。ちょっと上田に寄り道して帰ろうと思ってた。右のトレーダー行ってみましょうか。まだ空いてるんで。ちょっと空の旅をしながら。あとなんだっけ。ジェシカさんちに、ジェシカさんちには犬いないですよ。コムさんが例じゃないか。犬小屋は設置してあるけど、来たら多分チェストの中の食べ物全部パクられるから。ただでさえ何もないのに空になってたらもう大変なことなんだから困っちゃうけど。え、この方角で合ってんの。あ、遠くね。やめた、めっちゃ遠かった。ちょっとじゃあここら辺を適当に飛んでみますか。やばい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 ってやばいって、それゾンビだって。助けてダメだ、ジャイロコプター嫌いだわ。ジャイロコプターだからジャイロで運転したい。ちょ、マウスのこのダイレクトでやってほしいな。この C とかスペースとかじゃなくて、マウスで上向ける下向けるとか、そっちの方が難しいのかな。ファーストパーソンに飛ばしたいよね。でもこうやって遊覧飛行できるからこっちの方がいいのか。いや別にこうやってさ飛んでてさ、右クリックでフリーロックみたいな感じにしてくれればそれでいいと思うんだ。あれ、トレダーかな。あ、違う、もう一個先がトレダーだった。どうなってんの。あ、待って、これ傾き変わってるくね。ほら、こうやって向けたら左に傾いてる気がするんだが、まっすぐ飛んでんのか。え、もしかして地味にこれ角度ついてたりする。そのせいで俺なんか今までまっすぐ飛んでるようでまっすぐじゃないっていう事件が発生してたのか。実はこうやって横から見てたらヘリ傾いてた可能性。うわ、逆、違う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 、もう。しかもすげえここでホッパーできる。はい、ここで飛べなくなる。さて、なんか面白いの売ってるかい。久しぶりのジュエルさん。Hello, traveler. ねえ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 、ここ空いてたりしない。空いてないっす。入ってなかった。Hello, traveler. 何か売ってる？お、ファイヤーマン。アックスのフルスピードが上がる。パンプキンパイ。そう、卵売ってた。買い取ろう全部。ダックビルってどうなんだろうね、今回の。チョークの方が強そうではあるけども、買ってみよう。ダックビルは一応横に、弾の散乱パターンが横になるっていうやつですね。ほぼ支柱、安いな。危なそうだよね、ほぼ支柱って。これ腐った肉使うんでしょ、レシピで。デリ、イッツ、イーダブル、オーケーって、美味しいっていう音して、これは食べることができるものなんだ。
大丈夫かってなんかよくわからない。アゲインストマウンテンライオン、マウンテンライオンに 10% ダメージ上がるんだって。俺が最初に殺されかけたやつですね。はっ、ジャンクタレットのレシピ、これは買いますよ。バースト、なんかセンスのあるいつだか買っとく買う意味あったのかなクラフトそういうのしねえのにって俺思っちゃった。買ったけど、あれ、あ、読んでるよね。びっくりした。これ時代が爆発しなくなるやつ、踏んでも。なのに読んであるよねって一瞬思った。このマークが開いてないように見えちゃったから。終わりですね。マッシュルーム安いし買っとくか、コンビニも買っとくか、家に帰って料理しよう。ブルーベリーも買っちゃえ。それで材料買っとけばいいんだよ。食べ物の食べ物買っちゃう。900で175発買わないな。エクステンドマガジンいらないよね別に。 Y'all come back now. いや買います。もうトレーダー感をつなぎたいな。前やってた気がするな。なんか何の時にやってたんだっけ。トレーダー感俺地下道でつないでたよな。すんげえことやってたな。そんなに近かったトレーダー。そんなことないよ。結構な距離を地下道でつないでたな。あれも地面だった、空から見れないバージョンだったから、どれぐらい離れてたかわかんないね。今ぐらいだったのかな、ワンちゃん。ここ上報酬部屋だな。なんて書いてある。イージーグッズデュークジェネラル、かっけえ。ここなんかすごい拠点って感じしてきたね。こうやってヘリで近づいたらなんかかっこいいな、うん、キーよいしょ。モテる？モテるね。ちょっとちょっとしまうか。なんでこれ買った？この椅子謎なんだけど。は？足折れた。初めて足折れた。え？なんで？初めて足折れた。あの高さで。Welcome to Trader Joe's. Everything in here has a full no money back guarantee. アザス、スチルピッケル。しかもこれも来た。トリプルバックモッドだって。買っとくか。でも俺つくとこないよね。一回キャンセルして、確かもうついてんだよ、トップバックつくところには。そうなんですよ。目にはばきっていうパワーワードがあったらこの前よいしょ。どうしよう、これいらねえな。これ作れんのか。かといってこれもいらねえな。こっちにしとこっか、どうせなんで。安いけど。というわけで、次回はフェラルフォード、フェラルフォードじゃないです。ごめんなさい。だいぶ嘘つきました。次回はティア5いけるね。というわけで、トレーダー閉まる前に終わりましょうか。いや、待って、閉まるってことはあれ、夜になっちゃう。夜にティア5行くのかって話を。チェーンソーだ。行かないよね。これ品ぞろえ変わってないよね。ショットガンパーツってやがる。いらないかな。いらないね。というかガンタレットのレシピ読んどきましょう。よし、というわけでじゃあ今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は T5
ティア5か、アナホリか、どちらかタイトル通りになってると思います。よろしかったら来てください。ご視聴ありがとうございました。政治家でした。政治家の動画に待って、次回ね。いつも見てくれてありがとうございます。だけで政治家でした。